小口村は、かつて、石川県の南部に位置していた村である。白山の登山口として知られていた。2005年1月の時点で人口が、石川県内では、最小、日本国内では30番目に少ない村であった。2005年2月1日に、野の市町を除く石川郡を構成する、町村、並びに、末東市と合併し、白山市になった。 白山国立公園の主砲、大南寺、峰を境に、南東は岐阜県白川村、西南は旧白峰村、西側は小松市、旧鳥越村に、北側は旧吉野谷村と接していた。1000メートルから2000メートル級の山々が連なっているため、高地や宅地に適した土地は総面積のおよそ2%に過ぎない。起伏の激しい地形が多いため、集落は、 白山から流れる手っ取り川とその支流の大添江川が形成した小規模な貸し岩球や川沿いの山腹斜面に点在している。小口村の植生は標高400メートルから1600メートルに至る山地帯から標高2000メートル以上の鉱山帯にかけて展開している。また村の東側は全面積のほぼ半分が白山国立公園に指定されている。そのため、 夏には、黒ユリや白山小桜などの鉱山植物が群生を形成するとともに、イヌワシや日本カモシカなどの多様な動植物が残されている。また、世界有数の豪雪地帯である。古くは、縄文時代中期中央の古伏木々に作られた遺跡が女原とお像で発掘されている。しかし、水筒が伝播した頃から水田を作りやすい平野部に人が移ったため、 過疎が進んでいく。その後、一帯には、人々が集団生活を送っていた形跡は、ほとんどなく、資料の残る中世にまで歴史を譲ることとなる。中世になると、日本三霊山の一つ白山のソマトリ県をめぐって、加賀、越前、飛騨の村で争いがたびたび起こった。1655年には、加賀、越前両藩の間で争いが起こり、 徳川幕府が仲裁を行うこととなる。最終的には、加賀藩主、前田綱則の楽府、星名正幸の圧戦によって1668年から、白山独十八家村は天領となった。明治維新を迎え、白山独十八家村は1870年12月に本保険に入る。続いて1872年11月には、石川県のみ軍に含められ、 石川県の管轄となった。昭和初期までは農業、手作り、養産業、炭焼きが主流であった。特に炭焼きは作業効率の良さから村内の男性の仕事として定着し、戦時中には木炭車が登場したことで飛躍的に需要が伸びた。しかし昭和30年代の燃料革命を境に需要が激減し衰退した。また、深瀬では 他の集落にはない、ひのき傘作りが一大産業としてあった。集落全体が、ひのき傘作りという工業に携わっており、組合を作り、組織的な運営を行っていた。だが、テッドリガーダム建設で水没対象地区となり、多数の村人が移転したことにより、傘作りに従事する人は激減している。最近では、スキー場及び温泉施設等のサービス業や、 建設業に従事するものが多い。警察、編集石川県警察剣警察署が管轄する。消防、編集マット石川広域事務組合消防本部が管轄するなお、村内に消防署はない。上水道、編集全域を小口村が供給する。下水道、編集小口村単独の公共下水道が接続される。ごみ処理、 編集マットを石川広域事務組合が、マット氏市のマットを石川環境クリーンセンターで処理する。電話、編集金沢市の西日本電信電話、金沢支店が管轄する。市外局番は、村内全域が0761である。郵便、編集、村内には、お蔵館郵便局が存在したが、2019年8月31日にて一時閉鎖中となっている。 村内に集配を行うつぼねはない。税務、編集末藤市の金沢国税局末藤税務所が管轄する。その他、編集小中併設校である。白山市誕生後の2008年3月に並校跡地に建設される白山市立白麗小中学校に統合。中学校、編集小学校、編集図書館、編集博物館、美術館等、編集ホール、 その他の文化施設、編集体育施設、編集、村内を鉄道路線は通っていない。最寄り駅は、北陸鉄道石川線下が市宮駅。道の駅、編集スキー場、編集温泉、編集。ありがとうございます。